おいアレク、これはどういうことなのだ。何がだよ。とぼけるな。かつてのお前ならこの程度でくたばったりはしなかった。お前が大魔王になったというから期待をしていたが、その衰えた魔力は一体何だというのだ。アレクに聞いたって無駄よゼタ。どうせ彼は何一つ答える気はないでしょうから。サロメ。だから代わりに私が教えてあげるわ。アレクはね、この長い戦いで魔力を使い果たし、大魔王になる頃には肉体も限界を迎えていたのよ。そうだったわよね、アレク。そのこと誰から聞いた。トレニアよ。ち、あの野郎、余計なこと。なるほどな。だがそれなら自業自得ではないか。それは違うわゼタ。アレクが戦い続けたのには理由があるの。理由？あなたが消滅しかかって私が治療していた時、私たちが誰からも襲われないようにしてくれたのはアレクのおかげ。なんだと？なぜアレクが我をかばう必要がある。簡単なことよゼッタ。アレクは弱ったあなたを他の誰かが倒してしまうのが許せなかった。それだけじゃないわ。あなたがいなくなり、魔界のパワーバランスは一気に崩れたわ。だからこそ彼は元の秩序を取り戻すため戦いに明け暮れて、そしていつしか大魔王と呼ばれるまでになった。気づいた時にはもう体が限界を迎えていたというのにね。そんなバカな話があってたまるか。でもそれが事実なのよゼッタ。なんだよ、そんな目で見るんじゃねえよ。それに別に俺様は菓子を作りたかったわけじゃねえからな。しかしお前、理由を知らないとはいえ我はお前に。うるせえよ。言っとくけどな、この勝負は引き分けだ。認めたくはねえけどよ。そいつの言う通り、俺様もあまり本調子じゃなかった。そんな俺様を倒してもお前は。アレク、しっかりしろ。なあゼタ、この続きはあの世でやろうぜ。おい、先に行って待ってるぜ。死なすやしない、ゼタのためにもね。今の私の魔力ではここまでね。でもこれでおそらくは大丈夫よ。回復するまでには時間がかかるから気長に治すしかないわ。でも敵襲があると厄介かしらね。は、何をたわけたことを。元よりこの周辺魔界は我が治めし魔界。勝手な真似はさせぬ。
私。お父様って、あなた、ゼタの娘？いやおい、下手よ。どうやらお前が我の子だというのは間違いがないようだが、それならば母親は一体誰なのだ？そのことでしたら。うわっ、この力、一瞬にして我が元の体に。お母様譲りの能力ですの。これで分かっていただけたでしょうか。なるほどな。こんな凄まじい回復力を持つ女といえば一人しか知らぬわ。さてお父様、そろそろタイムリミットが来たようです。タイムリミット？この時代には私はまだ存在していません。優位に長い時間とどまることはできませんの。もう行ってしまうのか。また会えます。そうか、そうだな。バイバイ、お父様、お母様。